実家は両親と私が住んでて、兄夫婦は敷地内のもう一つの家に住んでた。その家はもともと祖父が一人で住んでたんだけど、私が相続してて、兄は他のものを相続してた。でも兄が結婚したので、私の結婚予定はまだまだないしで、兄夫婦が住むことになった。兄嫁さんはバツイチで、連れ子さんが二人いて、一緒に住んだ。兄は、昔から、よく、私に物をおごってくれたりしてたんだけど、結婚してからも変わらなかった。家賃を受け取ってないので、それに対する兄の気持ちかなと思って、受け取ってたけど、ある日、いきなり高価な物を買ってくれて、びっくりした。いやいや、そんな高いものはダメだよ。兄嫁さんもびっくりするよ。と言ったけど、自分の小遣いからだから問題ない。と兄は言ってた。マンションの頭金を貯金できるまでの数年だけの敷地内同居とはいえ、家賃はもらってないし、水回りのリフォームもしたのに、兄嫁さんからは何の挨拶もなかった。結婚前は、すごく愛想が良かったのに、庭であってもそっけなかった。兄が家賃代わりにくれたバッグを持って出かけようとしたら、兄嫁さんに呼び止められた。で、言われたのが以下のこと。実の兄弟だからといって、いつまでも甘えないでほしい。バッグや高価なものをねだらないでほしい。こちらには子供がいるので、経済状況を考えてほしい。リフォームも、相談なしでしないでほしかった。どこかにある家を相続したのなら、独立してそこに住んでほしい。おいおい。と思った。家賃なしで、私の相続した家に住んでおいて、挨拶もなしで。私が私の持ち物を、自分でリフォームしたことにケチつけるってどうよ。と思った。なので、そのまま行っちゃった。元凶は兄でした。いえ、俺の持ち物。期間。マンションは買わない。一生ここに住む。長男だから。リフォーム、妹が、俺の金で勝手にした。妹だから許してやれよ。敷地内同居、言ってなかったけど、決定してたことだから。兄嫁さんは、そう聞かされて、新婚でブルーになってたけど、連れ子のこともあるし、強く言えなかったっぽい。しかも、兄、自分の小遣いでバッグを買って私にくれたと言ってたけど、間違いじゃないけど違ってた。小遣いでバッグは買ったけど、それで小遣いがなくなったから飲み代を他から持ち出してた。家庭と会社じゃ事情が違うかもしれんけど、会社で似たようなことをやったら犯罪じゃろ。もっと笑かしてくれることに、私にくれたバッグは偽物だったよ。なんか変だなと思ってたけど、あんま、ブランドに詳しくないしな。でも、ブランドにしちゃ、縫製が荒いなとは思ってた。だから、普段使いにして、それで、余計、兄嫁さんの目について、ムカつかせてたみたいだ。でも、本物を買った領収書とかも、なぜかあって、もらった偽物のバッグに入ってた。じゃあ、本物は、どこに行ったんだろうね。って話にもなった。あと、小遣いが足りない分を出したのは、どこからかというと、連れ子さんの教科書の購入費用からだった。兄嫁さんは、私に対して理不尽に怒ってたことと、うちの両親に、不義理してしまったことを謝ってくれたけど、教科書代のことを聞いて、穏便にというわけにはいかなくなった。家のこととかリフォームのことは、私がいいなら、それでいい問題だけど、教科書代はそうもいかない。兄嫁さんは、全額じゃないし、兄のお小遣いから回収すると言ってたけど、養子縁組してない以上、よそ様のお子さんの教科書代なので、ダメでしょう。家のこととリフォームについて、私が兄に問いただす。兄、逆切れで親父にバレる。親父、怒髪天で。兄に、感動だ。兄嫁さんは、再婚だし子連れだから。親が嫌ってると、兄に言われて、できるだけこちらを避けてたらしい。両親の方も、嫁が関わりたくないって言ってるからと、兄に言われて、距離を取ってたらしい。私も、
兄嫁さんはずうずうしいタイプの人だと兄から聞くエピソードで勝手に思ってた。ずうずうしいんじゃなく、子供さんのジップからの養育費と家計費をきっちり分けて考える人ってだけで、ケチという問題じゃない。どうも、兄は養育費イコール子供がいたらもらえる臨時ボーナスくらいにしか考えてなかったっぽい。父、あいつは会社で仕事できてるのか？母、ちゃんと教えたことはなかったけど、まさか改まって言い聞かせないとわからないなんて。両親が一気に老け込んだように見えるのが切ない。兄嫁さんには話し合いがどういう風に落ち着くにしろ、子供さんに一番影響がないように考えるからとは伝えてるけど、すごく疲れた顔してた。教科書代と家のことには関係ないけど、私は本物のバッグの行方が気になって仕方がない。